皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はですね、キャンドゥで、こんな商品を買ってみました。それがこちら、じゃーん。はい、こちらはですね、アナログの時計です。なんですけども、なんか時計の針が3つついてるんですけどもこれ実はですね、これが時計の部分です。でこの右の針は何かというとですね、はい、実はですね、ここです。拡大しましょうかね。これ税込み、550円の商品になるんですけども、はい、これアナログの温度と湿度計がついた時計、そんな商品なんですよね。温度湿度がついているデジタル時計だったらね、結構見ること多いですよね。私のうちにも何台かあるんですけども、でアナログの時計でね、アナログの温度計とアナログの湿度計がついてるっていうのは私初めて、そもそも温度計のアナログと湿度計のアナログって初めて見ましたけども、こんなのもあるんですね。でこれ税込み550円ということでね、こちらの商品を今回はご紹介してみたいと思います。じゃあまずはね、これ開封していきたいと思います。はい、箱からね開けました。本体こんな感じです。で、左側が時計の部分ですね。で右側が、上が温度計、下が湿度計です本当にアナログで温度と湿度って、これ初めて見ました。これ電源、電池入れたら針どんな風に動くのかな。で裏面はこんな感じです。でこれですね、操作するところはここで、これがアラームの設定、これが時計の設定で、ここにアラームのオンオフのスイッチがあります。で電池はここを開けて、単三が1本入りますので単三電池用意しました。入れてみますね。こっちがマイナスかな。これ どうなるんだろうね。温度計と湿度計の針はどういう風に動くのかな。ちょっと入れてみましょうか。電池入れます。あれ、電池入んない。で電池が入んないよ。あれ、なんで。開こうか。はい、どう。うん、温度と湿度の針はいきなりは動かないのかなとりあえず今乾電池は入れましたので、電池ボックスの蓋をしておきましょう。はい、でちょっと時計の時刻を合わせたいと思います。今ね、撮影をしているのがちょうど9時を過ぎたところなので、ちょっとつまみがなんか回しにくいんだけど、これつまみが回せない。こうか。あ、こうだ、動いた動いた。今何時、これ10時になってる。ちょっと待ってね、9時、こんな感じでいいかな。はい、今9時過ぎです。おい、こんな感じです。うん、温度と湿度の針がね、いきなりこれが動かないんだねちょっとズームします。こんな感じで出るんだね。温度計の部分がね、これ今20度弱だね。まあでも合ってるか。今あの中暖房かけてるのでね。で湿度の方は、これは、あ、これはこう下向きで動くみたいですね。今 60% あたりの針が刺してますかね。こんな感じだ。へえ、私本当にアナログの温度計湿度計初めて見ましたけども、まあでもこれはなんかまたインテリアにもなって面白いかななんて思いますね。はい、というわけで今回はキャンドゥで550円でね、売っているこちらのね、アナログの温湿度計付きの時計、珍しいですかね、これをご紹介させていただきました。というわけでね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。